さあ、ほんならですね、まあ、とりあえずサトウキビを紙に変えちゃいましょうか。変えましょう。うん、サトウキビを紙に変えちゃって、うん、あと小麦そんななかったな、確か。小麦は狩れば、ありますよ、口さん。あ、本当ですか。大量にあります。マジで。ほんなら、あとサトウキビも大量にあるから、もうこれは変えちゃおう。あの、サトウさん、これ一番早いぞ、これ多分これ多分ね、一番早いぞ。俺もこれも一番のショートカット見つけたったわ。やったね。うん、やったぜ、マジで。これも確実っすわ。マジで確実やで。なんか言うねなんか言う。あと、なんか攻撃素材あったっけな。あ、ゾンビーフもある。63個。お、いいですね。うん、持ってこ、持ってきましょう。持ってこ。うん、で、あ、皮も6個あるな。あ、マジか。皮6枚ってなかなか、これ贅沢やぞ。贅沢ですか。そう、贅沢な使い方できるぞ。だってさ、これでさ、俺らさっきの俺らってだいぶ下まくりに住んでたけど本棚どこやったっけ。本棚、あれ、俺どこやったっけ本棚あれ、記憶がないね、とりあえず、あの、木材木材もね。うん、ちょ、サトチンさん、本棚探しといて。俺作ったやつどっかやったわでもここら辺にあるってことですかね。それか、まあ、向こうか。はぁ、ちょっと探してきましょう。ね、俺せっかく作ったのに、どこやったんやっけったっけな。おかしいな。ゾンビーフもゲットしといて、うん、ゾンビーフもゲットしました。うん、仕事早いな、仕事早いな。だから、この倉庫の中にないってことは、俺がどっかに、散らかしてしまったわ。そうですね、うん、散らかしてしまってますか、これは。ねえ、散らかしのパティンか。散らかしパティン、散らかしパティンか。多分、じゃあ向こうのチェストの中や。よいしょ、見に行こう。さあ、でもこれで、2個できた本棚、さらに。いいですね。なんやかんや、これ、フルエンチャントまでの道のりは結構早いぞ、里に思ったより。マジですか。うん、本、今3つ持ってますよ。皮も3つ持ってますよ。え、あんたそんなに持ってる今。はい。なんで、それどっから仕入れてきたん。散らばってます。散らばってたなるほどね。よしよし。あ、違う、俺ここに置いてったんや。あ、もうさらに置いてたんや。そう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 、うん、もう数分前の出来事やけど忘れて。これ言うとる前やぞ、サトチンさん、これ。はい、マジで、マジ早いで、これ。いいじゃないですか。いいじゃないね。あと4つで足るで、あんた。本棚で、サトチンさん、なんやかんや、あなたの多分手持ちで、ね、2つ作れるはずや。さあ、来て。はい。さあ、ここの作業台を使うのだ。いや、ポイしますよ。ポイしてくれるのか。あ、俺に役目を任せてくれるのか。はい、さすがだな。よし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 、オッケーオッケーオッケー。ほんなら、これに革でサンドする。そう、これで本ができる。で、本が6冊あるよね。はい。あ、これいけるいけるいけるぞ、いけるぞ、3人。いけるぞ、いけるぞ。本棚が2冊作れるって。で、こうして、こうするやろ。本棚に2つできる。おわ、これ見えてきたぞ。ゴール近いぞ。近いよ、ゴール。近いよ、ゴール。近いよと。ああ、お前なくなった。あ、ちょっと里に、はい、なんてことしてくれんだ、はい、これはやってもたぞなんてことしてくれんだこいつ、はい、ここ違う。 あなたがここにおったから、はい、かぶったんや。じゃあ、もうまあすぐ作れますよ。まあすぐ作れます、大丈夫です。な、何事かい言うて、こいつらも見に来たぞ、はい、あ、なんで壊すの、なんで壊すの。あれ、ここ必要じゃないんですか。あれ、な、あんた何をしてんだ、何をしてんだ、あなた。あなたは俺の何を見てきたんだ、まあ、でも、あ、本棚ある。来た。とりあえずじゃ直しとくわ、ここの中。はい、うん、あった。なんとか、そう、たまにあるんですよ。なんか物と物が重なった時のバグがね、あるんです。あるんです。サトチさん、行きましょう。どっかにぽい、なんかプンってなっちゃうんですか。そうそう、プンってなっちゃうんですよ。 うん、でも最終的には、あの、回収できたんで、なんとかなります。はい、さあ、ほんなら今からバトルおっ始めようか。さあ、そろそろ飲むぞ。なんやかんや、星綺麗なんやけどね、マインクラフト。そう、うん、でも、色気が綺麗ですね。うん、そろそろ、ではアンチポーション飲みましょう。ベベンと、いいね、空が真っ赤っかだ。綺麗、綺麗だぜ、もうオーロラだわ。オーロラあー、でもなんかクリーパー多いな。思ったよりもクリーパー多いぞ。クリーパーいらないですね。うん、やばいぞ、クリーパーにやられるからな。やられるときはだいたいクリーパーにやられるからな。クリーパー鉄の剣で3発だからな。はい、うん、金の剣だと4発ですかね。ねえ、エンダーマンおらへんな、意外と。エンダーマン優先な。はい、おら、ナイスショット、ナイスショット、いいです。もうクリーパーは、ただただクリーパーは
処分するだけだ。処分、うん、ね、あんなデブッチョ、ただ処分するだけや。あんなデブッチョ、ちっちゃいのか、ちっちゃいの来た、うん、チビッチョ、チビッチョが来たよ。チビッチョが来て、骨っちょが来て、骨っちょ、骨っちょ、サドッチョ、サドッチョサドッチョ、骨っちょがいけるよ、サドッチョ、サドッチョ、エンドラマいないですね、うん、ねえ、のっぽっちょがいて、のっぽっちょがいてないよ、青のっぽっちょが、あ、でもなんか、ま、マジョッチョがいてる、マジョッチョ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 、なんでそんなに、マジョッチョ、マジョッチョやばいよ、マジョッチョ、マジョッチョ、マジョッチョ投げられた、毒、あ、毒毒し、あ、サトサトに俺毒毒し、ちょっと逃げるわ、はい、ちょっと毒毒し、毒毒しやられる、このね、いやマジでね、マジで、よいしょ、マジでやばいやつ、マジでやばいやつ、ま、マジでやばいやつ、マジでやばいやつ、マジでマジでやばいやつ、毒を食らってダメージも食らうとまずいやつです、ね、やばいやばいやばい、ま、マジでやばいやつ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 、俺死ぬ、俺死ぬ、俺死ぬ。グッチさんどこ？ちょっと俺隠れとくわ。隠れちょっと隠れとくわ。あかんやつやねこれ。スケルトンに見つかったらもうダメなやつやね。ダメなパティンやね。さあ大丈夫。何にしろスケさんが大量発生してます、ね。マジで？はい。俺たちの目的はエンダーマンで、そんな骨っちょちゃうんや。骨っちょいらないです。あでもサトチンさんおった。あちびちびちびっちょ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 人情どうした。さあ、オッケー。まあでも最悪。はい。ゾンビーフ欲しいんよね、ゾンビーフが。なるほど。あ、クリーパーも多数湧いとるな。でもクリーパーと骨っちょいらないですよね。そう、クリーパーと骨っちょ無視していこうか。あ、確かに。うん、無視してなんかちょっとうろうろしようぜ、里に。はい。うん。来てる？今、バラバラになってますね。いや、でも大丈夫大丈夫、サトチンさんの場所なんとなく分かってる。はい。さあ、後ろにゾンビがたくさんいてるよ。いて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 。うん。さあ、クリーパーこいつちょっと邪魔やから、よいしょ、オッケー。どう、はい、サトチンさん、回収ははかどってる？痛い。骨っちょばっかりです。骨っちょばっかり、マジか。まあでも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 、うん、そうやね、ゾンビ肉集めてで攻撃してエメラルド回収するやろ。はい、エメラルド回収したらエンダーアイも手に入るからな。あらら、そう、攻撃でエンダーアイがゲットできるんですか。うん、あのね、てかね、牧師さんが結構あの、おっとっとっと、ゾンビ肉使ったら、はい、あのすぐ攻撃、上限突破してくれると思う。おー、うん、どん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 解放されていくと思う。よし、そうしましょう。そうや、はい、なんとなく俺は見えてきたぞ、道筋が。もうなんかサボテンがクリーパーに見えてしゃあないねえ、でもゾンビーフすっごい集まってきてるよ、なんやかんやで。来てます来てます。うん、サトシさんどれぐらい集まってます？5個です。なんでそんだけしか集まってへんの？いや、結構勝ってるんですけど、ね、マジですか、うん、マジですか。いやー、まあまあまあ、仕方ないです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 よ。もう夜が明けちゃいます、ね、夜が明けちゃいます。早いなー、ワンバトル目、俺らエンダーマンに合わへんかったな。合わなかったですね。マジかマジか。骨は33個になりましたねえ。骨はなー、攻撃できひんのよな、うん、骨は攻撃できひんのよな。あ、いっぱいいる。うん、あ、もうじきちょっと8本経っちゃう。早いな早いな、いっぱいあるぞ、いっぱいあるぞ。あはは、村人ゾンビのちっちゃい出てる。かわいいな、ちびっちょ、ちびっちょ。ちびっちょかわいいな、よいしょ。激レア。さあ、まあ大体一晩10分ぐらいやからね。うん。では、サトチンさん、大丈夫ですか、はい、ゾンビーフ、拾いましたか。回収しました。回収しましたか。そうか。まあこの一夜明かしたら、ちょっとじゃあ、一回攻撃しに行こうか。はい。ねえ。もうあれ朝日、あれ朝日、もう朝日です。あれ朝日か、早いな。よし、もうなんやかんやで村見えてきましたよ。近いですね。早いよ、だいぶ早いよ。ほんならこれで攻撃していこうか。はい、サトチンさん、でもね、だいぶ攻撃できると思う。うん、小麦もたくさんあるし、後々食料困りそうやけどな。後々、まあいいでしょ。とりあえずね、サトチンさん、牧師木人さんの数探しましょう。こいつ40は燃費悪いな。ゾンビ肉40は30ぐらいでいてへんか。農民さんはその小麦21ですね。あ、マジですか。はい、そいつちょっと確保しといてください。確保、あ、確保。でも40やな。なんか2人目見つけたけどまた40やわ。あー、なんかフェンスかなんかで閉じ込めておきたいなもうそうやね、もうわけわからへんようになってくれる、こんだけ予算おったら。確かにとりあえずどうしよう、サトチンさんよ、はい、サトニンよ、サトニンよ。とりあえず牧師さんと交易するぞ。はい、牧師2人おるね。いますね。こっちにしようか、こっちに。じゃあこっち行こうか。こっちとね、とりあえず腐った肉交易してエメラルドもらおう。初交易だ。ででんと
いうことで渦巻いて渦巻いて、お渦巻いたね。ここからね、ね、まだだまだだまだだ、40いっとこう。エンダーアイちょうだい、エンダーアイちょうだい。またくるくる、もう回らへんが、ま、もう、ま、もう回らへんのか。うん、お残念。さ、ゾンビ肉サトチンさん持ってる？10個しかないです。10個、あー残念やね。ほんならこれは農家、あ、農民さんいてる、農民さん。ちょ、じゃあ農民さんと交易していって、よいしょ、はい、エメラルドたくさん回収しましょう。エメラルド、うん、エメラルドたくさん回収しちゃって、よいしょ、螺旋をまとえ、牧師目人よ。あ、螺旋まとわへんこいつ。あ、来た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 、これでリセットされんねん。これがなかったらもうあかんで、マジでマジで泣き見るからな。やばいぞやばいぞ。さ、螺旋をまとえ、牧師目人よ。お、来たね来たね、牧師じゃない農民や。オッケー、こんだけとりあえずあったら状態やね。で、デトデトデトラップと。今エメラルド何個になったんですか？ね、結構あるよ。ボロロ、16個ある。あ、すごい。いや、だから俺たちあっこのさ、洞窟探索で死んだの、マジでここで痛手となったよね。ほんまに。よいしょ。あ、でも農民さん、あ、小麦18個でいましたね。あ、マジっすか。あ、残念。20個の方で攻撃しちゃったね。よし、あ、でもいいや。あと2つ足らんのよね、エンチャントテーブルまで。まずは2個本棚作っちゃいましょう。できたぞ、これでできるぞ、里に。よし、よし、エンチャントテーブルがフルでできる。さあ、ほんならさ、里ちんさんこっち来て。はい。あ、でも神神神全部攻撃するわ。あんたここおったのね。神を全部攻撃しちゃってしちゃって、あんたこれ燃費バレんちゃうか。まあ、えっか。とりあえずこれで14 14 OK。 で、わ、なんでそんなジャンプするの。押されてんの、押されてんの、かわいそうかわいそう。で、あんたちゃうねん、あんたちゃうねん。あれおかしいな。あれ、攻撃したやつどこや、どこや。あんたか、あんた。オッケーオッケー。この人とさ、はい、ラピスラズリとか攻撃していって、レパートリー増やそう。おお、増えた増えた。来た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 。よいしょ。うわ、エンダーアイ高いぞ、サトチンさん。8個やぞ。8個。割高ですね。なかなかやね。うん。まあまあいいでしょ、8個。エンダーアイ交換していきましょう。ってことは、サトチンさん、ちょっとずつ道が開けてきたね。はい。夜戦うのもまあまあまあいいとは思うけど。もっと。うん、エメラルドやね。ここへ来てエメラルドがだいぶ重要になってきたな。そうか。糸でこのエメラルドもありますね。そうそうそう、糸でもあるしね。糸19個です。そう。糸も何やかんや19個やからね。いや。だからスポナーどっかで見つけたらね、あんたあかんか、あんたあかんのんかも。あんた農民さんあかんのか、あかんのんか。ほんならエメラルド1個でパン2つを攻撃して、よいしょ、1回リセットできるか、できるか。おお、できたね。おうおう、あとそれぐらいかな、攻撃できるって言ったら。神と何やったっけ、川、川も一応できる。川、あー川か。神と小麦とゾンビ肉あたりが一番、まあコスパ的にコスパ的にいいかな、交換しやすい。うん、うん、あとは豚のお肉とか鶏のお肉もありますね。ねえ、そうやね。だから製造機作ったらなかなか良さそうな気もするよね。確かに。うん、そうか、まあそれぐらいか。それぐらいですね。なるほどね、わかりました、里兄さん、わかりましたよ。ほんならちょっとじゃあ一回戻ろうかね、戻ろうかね。村に戻ります。村に戻ろうかね。村に戻って、この配信の最後には、こちら、エンチャントテーブル、作っていこうか。マックス状態の。はい、ね。経験値何本ある、サトチンさん。11しかない。11、あらららららら、グッチの方が、グッチ20あるからな。すごい。なめんなよ、こっちだ、こっち。やめんなよ。ね、やめんなよ。で、一つ一つおさらいしていくと、はい、うん。だから、バトルして経験値貯めます。で、はい、エンチャントします。っていうような感じやんか。はい、で、まあ、バトルするには夜ってことは暗視ポーション、はい、ね、暗視ポーション作るためには人参がいる、はい、うん、一つ一つ辿っていこう。だからまず人参作らなのか、ね、人参、うん、金の人参、そう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 、人参はまだストックあったけど植えていこう、はい、うん、で金のインゴットも燃やしていこう。で夜なったらバトルしよう、はい、はい、ザ・サバイバルですね。ザ・サバイバルっすね。ちょっとあれするか、あれ、また何します？エンダーアイ2つ使って、はい、うろっとするか。うろっと場所を確定させます。うん、モンスターを借りつつ、そう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 、
エンダードラゴンの場所、はい、を確定させると。そう、あそこもね、なかなかね経験値効率いいんですよ。であそこも視聴者さんがなんか言ってましたよね、うん、なんかちょっとだけ見えましたよみたいなブロックが。え、マジで？はい、なんかコメントでありましたよ、ね、え、マジで？嘘だ、どこ？何でしたっけ、僕たちが暗闇の中行ったじゃないですか、うん、一瞬見えましたよ、なんか何でしたっけ、あそこのブロック違うんですよね。そう、ブロック違う。え、俺がなんかブランチマイニングみたいなことしてた時かな。はい、はい、扉でなんかやってた時です、ね、扉でやってた時、はい、水中で、うん、オッケー、じゃあそれやな、はい、里にそれや、よいしょ、うん、よいしょよいしょ。で、実際、あー、エンダードラゴンと戦うんか。弓がたくさんいるよね、弓が。あー、なるほど、弓と弓矢ですか。そう、どうしたらいいんやろね、弓。何しろ資源が足りないですね。そう、考えろ、グッチ考えろ。弓自体は、弓、あなただと私、弓、うん、矢はなんか作れないんですか。矢はね、鳥のね、あの羽がいったりとか、羽と、はい、あ、矢なかなか難しいんですよ、うん、火打ち石てっぺんに持ってきて、で、棒と矢が、あの羽がいるんですよね。はいはい、はい、うん、だからそれこそ、あ、それこそバトルやん、里に。スケルトンから借り取ったらええねん、だから。あ、そうだね。まあエンチャントレベルもあるけども、うん、正直エンチャントはうん、どっちでもいいと思う。まあ、どっちでもいい。マックスやらなくてもってことですか。そう、うん、死んで生き返って死んで生き返っての繰り返しや。必殺技です、ね。そうや、繰り返しの殺法や。うん、ね。まあでも少しずつ見えてきたぞ。で、逆にね、水中呼吸とかありがたいよね。水中呼吸とか、あとそうか、落下耐性とかもいろんかな、欲しいところかな。まあ難しいところやね。エンチャントしていこう、していこう。さあ、からの本だ。オッケー。よ、さとちんさん、こっち来て。はい。あ、もう夜なるで。寝てからやね、寝てから、寝てからエンチャントで、寝てからエンチャントしていこうか、せっかくやし、うん、ね。その方がバトルも安全や。あ、もう寝れるの。寝れますよ。早い、早寝早起き大事やね。うん、グチさん、最近何時に寝てますか。遅いですよ、本当に。3時ぐらいもありますよ。もうダメだわ、ちょっと。だからまた生活リズムずれちゃいましたね。ああ、悲しいかな。ちょっとじゃあまた被ったらあかんで。はい、被ったらあかんで。よいしょ、よし、マックスできました。これでマックスできましょう。ラピスラズリはありますからの、ほんならまず やっぱ剣につけようかな。剣につけよう。新品の剣です、ね、そうやね、うん、剣が一番ええわ。その方がだってモンスター狩るときさ、だいぶええやん、やっぱり。新品の剣作りますか。うん、インゴット持ってます。持ってない。インゴット20個あります。え、マジで作ってちょうだいなんでそんなに持ってるん。実は先ほど倉庫から仕入れました。マジか、ありがとう。棒ありますか。棒ありますよ、はい、ありますよ。力合わせますよ、どうぞ。あ、ありがとう、インゴットくれた、ありがとう。あ、これで作れる最強の剣が最強の剣作ろうか。インゴット、さとちんさんの分もありやったら作るよ。ありがとうございます、うん、ありやったら作るよ。さとちんさんだってあれやろ、経験値10ぐらいしかないんやろ。ないですね。こっち来て。よし、ほんなら剣からのラピスで、どうだ、ドロップ増加。あ、これありやな、ドロップ増加1。実用性あるぞ、これ。実用性あるぞ。オッケー、ドロップ耐久力も欲しいところやけどね、ドロップ増加やね。おお、これすげえ、さとちんさん。おお、これだよ、これ。非属性耐性ドロップ増加ダメージ増加2。これ強いぞ。これじゃあ俺のもんな。あ、いい、美味しいの出ましたね。ねえ、アンテッド特攻もいいですよ。アンテッド特攻はね、ゾンビとスケルトンに対して強いです、はい、うん。でもこれでいいんかな、果たしてどうでしょう。果たしてこれでいいんかな。でももう一本ぐらいまた別で剣作れるから、とりあえず押してみて、はい、あ、これはちょっと外れかもしれんな。もう一本ぐらい剣作ろうか。作業台どっかないか。作業ない。英語ですか。うん、作業ない、うん、ごめん、困らせてごめんあともう2本ぐらいエンチャントできそうな気がするね、俺。おー、多分シャトチンさんとそんな変われへんと思うけど、うん、ほんなら次は何がつくかな。あ、ドロップ増加また来たぞ。いい、2人でドロップ増加。作業ない、よいしょ。あー、ドロップ増加だけ、あともう1個だけいっとこうか、まだいける。あ、もう無理やわ、残念。これは無理やった、コストが足らへんかった。じゃあこれはしまっとこう、しまっておこう。剣もろともしまっておこう、うん、しまっておこう。エメラルドは一応持っておこう。置く?いや、しまっとこう。で、次はあれしようか、さとちんさん、はい、ちょっとまたエンダードラゴンの所在地をしっかりと掴みに行こう、はい、あ、そうですね、うん、
って剣とラピスラズリだけでええわ。これも倉庫に直しに行こう。そうやね、ちょっとその動画のコメント欄俺もまた見に行こう、はい、ねえ。なんでエンダードラゴン討伐に向けて着実に物事は進んでいっております、はい、忍者がドラゴン倒す叶うのかどうか、そう、忍者村建設よりも忍者がドラゴン倒すかどうか、こちらの方が私は気になって仕方がないね。頑張るぞ、里人形。頑張りましょう。頑張りましょう。はい、ではご視聴ありがとうございました。またね、グッバイグッバイバイバーイ。